はい、箱庭兄弟のただのりでございます。それではノスタルジックトレイン最終章、遊んでいきたいと思います。何をすればいいんでしょう。田園地区の道の脇にある灯籠流しの看板、看板のとこに戻るということですね。じゃあ行ってみましょう。いや、この景色もついに見納めですね。素敵な音楽も一緒に流れてくれるといいんですけどね。いや、俺本当に夏の雲好きなんだよね。このなんか立体感っていうの、やっぱね、こう積乱雲じゃないけど入道雲というか積み重なるじゃん、上に立体感がよりましてさ、夏の雲は好きなんだよね。なんだろう、なんかこう雄大な感じが、これいいんですよね。私はそう、レイコで合ってるか。すぐそばでセミが体を震わせて精一杯泣いているのが感じられると同時に、ひんやりとした竹壺の底で魚が数匹猛追ばんでいるのが見える。すげえな、千里眼。私という存在が希薄になり、近くとか遠くとか、私の内とか外とか、人の心とか、そういった全ての物事が同時に一体となって感じられる。ひょっとしたら私なんていうものは初めからなくて、何その哲学。それは一時の幻想で、これが本来の姿だったんじゃないかしらとすら思えた。ん、どうした？なんか音楽なりそう。なんかこれせっかくだからいろんなとこ回っとこうか。はい、ということでいろいろ見て回ってたんですけど、今どこにいると思います？なんか柵乗り越えてなんか動けなくなっちゃった。なんで、なんか上見てたのよくなかったのかな。もう一回タイトル戻りますね。いや、驚いたね。じゃあ話を進めましょう。もう30分くらいうろちょろしたぜ。やっぱ見納めってやつですよね。なんか最後見たくなるんだよね、こういうの。すごいもんね。いや、もうここはもうずっと立ち止まっちゃうわ。で、なんかさっきチラッと見えたんだけどさ、オプション？ストーリーヒント。農家から男性が出てきた。で、ここなわけじゃん。もうこれついにアリたちの正体。あ、やっぱり見やすい。さっきオプションのテキストで、テキストを、なんつうの？オプションのテキストの項目を大にしたんですけど、こっちの方がずっと良かったね。いや、なんで今まで小さい方でやってたのか。男が放心したように歩いてきた。その目はどこかここではない遠くを見ているようだった。彼は路上から海辺へ向かってふらふらと歩き出した。その口からは全てが失われてしまったと嘆く声が聞こえた。これ親父の方か。彼は長く苦しい人生を思い返していた。これアリたちだよな、多分。病弱であったが優秀な兄。親の愛情は兄に注がれた。他人と自然に親しくなることが苦手だった。あまり友人も多い方ではなく、友人になれるかもしれないと一方的に思っていた正樹という少年とは、彼が川に溺れた時に自身が目の前にいながら助けられなかったことで関係が悪い。やっぱりな、最初の、流されちゃった子アリたちだったんだ。
全部アリたちの話やん。そうなると彼とはその後数年間関係に溝ができてしまったが、つまらないことをめぐっていざこざがあった時に顔を突き合わせて話した。その時心を再び通い合わせることができたのかわからない。なるほどね。でとりあえず友達っていう関係にはなれたのでは。この小道から入るんだか。その後戦争で夏霧を出て自身は生き残り、正樹は死に、数年も経ってからボロボロになりこの土地に帰ってきた。家族はみんな死に、荒れ果てた家だけがあった。全ての希望は失われたように思えていた。これ完全にアリたちの反省だね、人生だね。ある時ちょっとした偶然から外からやってきた素晴らしい女性、やっぱりあの先生でしょ。彼女によってすさんだ魂は救われたように思えた。やっぱり、ああ中年の時でしょそれ。男の子のあの小学生と仲良くスイカ食べてたでしょ、やっぱりあの時の。だがなぜだ、彼女は一人の娘を産むとそのまま死ぬ。やっと溶けかけた心の氷はそのまま再び閉ざす。全部がつながっていく、気持ちいい。何これ、でも気持ちくない話の内容は。そっか、あの時の、やばい、ごめん、名前が出てこないわ。先生、あの女教師の先生でしょ。女教師の先生って意味わかんないけど、あの先生が奥さんになったんだ。なるほどね。で娘のユキコを産んでそのまま亡くなっちゃったんだ。はあ、バラバラだったのが全部つながっていきますね。すごい清々しい。話は重いのに、娘は男手一つでなんとか育てたものの、男の心の固くなさから彼女は夏霧を出ていき、やはり孤独だけが残った。ああかわいそう。ああ待って、これ引かれるんじゃねえぞ。何をしても一つところに行き着く、それが自分の業なのであろうか。足取りも風に含まれる湿気も波の音までも重く、彼の魂に枷をはめるかのようだった。やめろ。渡れたね。あ、音変わる、この感じ音変わるでしょ。待ってるんですけど、音が変わるの。いい景色ですね。これいい、これもいい。やばい、全部いい景色ですね。というかアリたちの反省をもうちょっと聞きたい。全てを失われた、全ては悪夢のようであった。再び彼はうつむいた、間違えた、つぶやいた。悪夢から目覚めて残るのは虚しさと苦しみの記憶。いやー、そう考えると苦難の連続すぎないか。そしてこのちょっと悲しい曲やめてあげて。ってことはこの小石屋の先生の。なるほどね。六地蔵の前に立った。祈るでもなく、ただぼんやりと六道の、あれ陸道だっけ、陸道のすべての世界で救いを差し伸べるという穏やかな顔を無感動に眺めていた。ふと気づく、六体の大きな地蔵の横にある瓦の石を二つ積み上げただけの小さい像。あれ、これって、その前にキラリと朝露が光るみずみずしい黄色い花が置かれていた。そして脇には実に神秘的、あれ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 、神秘的な緑色をたたえた、ま、あれあれ読めないぞ。そして脇には実に神秘的な緑色をたたえた玉が一つ。読めた、よかった。男はそっと手を伸ばす。玉はひんやりと冷たく、宇宙の深淵と人の命を包み込んだような色を深く内部にたたえていた。やばいやばい、ちょっとすごい最低なことがちょっと頭によぎってしまった。ごめんなさい、ごめんなさい。何も考えずに次に進んでください。はい。その時
その時心の中にある景色が浮かび上がる。これは両目から涙が溢れた。一体何に悲しいのかも分からず、意識せずとも様々な景色が目に入ってきた。この祠は若い時の自分で作ったものだ。そんなことはすっかり忘れていた。ああ、なぜ忘れていたんだろう。これはとても大切な祠だった気がする。こんなものは誰のために。あれ、男の記憶はさらに勾玉の翡翠の色の奥底へと深く入っていく。その時ある女性の声が頭の中に響く。せっかく同じ時をまた生きられたのに、別れなければならない時がこんなに早く来るなんて。またしばらくの時を待たなければならない。でもお願い、忘れないで。いえ、あなたはきっと忘れてしまうけど、いつか必ず思い出して。彼の魂はさらに遠くへ飛ぶ。何百年も前の着物、館、けど同じ面影。輪廻を繰り返してるからね。私はあなたを救い続ける。あなたの魂を助ける。そのことを思い出して。彼女の言っている意味がわからない。けどその言葉は随分と昔に、ぼんやりとした霧の向こうのようなおぼろげな記憶の奥底に聞いたよ。うな変なとこで途切れないでよ。記憶の奥底に聞いたような気がするのだ。心の中に何か大切な人を失ったという悲しみが残った。だがその心はよく考えたら、生まれた時からずっと持ち続けてきた気がする。救うだって、俺の人生は失うだけの何もない人生だったよ。違うかい。あれ、ちょっとイントネーションがよくわからない。さらに魂が一番遠い地平に至った。すると突然彼の意識が囚われから放たれたように別の視点を獲得した。ポイントみたいに言われても、まさきを川から助けようとして幼かった自分が死んでしまう。ああそうだね、一生の話です。まさきと川辺で口論になり、あやめ合う記憶。忘れたな、回数は。遠い囚われの力の脱走に失敗し殺される気。あれ、それも助けられたんだ。じゃあ故郷で誰とも心を通わせないまま一人寂しく人生を終える記憶。それらが太陽体の中に現れては消え、別のもので置き換わった。ボロ雑巾のように夏霧に帰ってきた後、将来妻となる素晴らしい女性に出会ったこと、娘は私を嫌い出て行ったが、しかし異国の地で楽しく生きているらしいこと。ああよかったね、結局は変な男に引っかからずに。全て自分の苦しみに満ちていたと思っていた人生が何かに救われた結果であるということ。ああそうなんだな。そして再び若い日の記憶、まさきと川辺で口論したあの日、地面に落ちていた不思議な光をたたえる勾玉を見つけ、触れた時に流れ込んできた光景も。これは誰だったか。大切な人が見える。すごくぼんやりとしている。顔も見えないけどすごく温かい気持ちになる。まさき、これを持ってみろ。勾玉を渡す。ああ本当だ、すごく遠くて消え入りそうな印象だけど彼女だ。いなくなって忘れていた。今にも完全に消えてしまいそうだ。ダメだ、どんどんぼやけていく。俺たちは忘れてしまうのか、彼女のことを。なあ、俺たちで忘れないために彼女の墓を作るんだ。そう、六地蔵の脇が。ああ、二人で作ったのか。いつでも見返して思い出せるために。そうすれば忘れないさ。一緒にこの勾玉を下に置いておく。大丈夫、忘れないさ。ああでも結局忘れちゃうんだよな。よし行こう、忘れないために。そして明日の灯籠流しでは彼女のために大きな灯籠を浮かべるんだ。忘れるなよまさき。もちろん忘れない。
そうして歩いている間にもどんどん記憶が薄れ、何のためにそんなことをしているのかも定かではないまま、どこのように行っても六地蔵が守ってくれるようにとの願いを込めて、河原の石を積み、緑の玉をその脇に、そして黄色い花をその前に置いて、忘れてしまった大切な存在に祈ったのだった。あれ?暗転した。ああ、そうだったのか。彼は深くシワの刻まれた手で勾玉を天に掲げた。私はありたじゃあ読んでた?意味みんな読んだ?天に向かって登り始める。螺旋のように前に出ながら、早いよ、ちょっと早い。私と彼の意識と夏霧の記憶のかけらは二つの大きな光となって、周りの満天の星のような灯籠に囲まれながら、もう情緒も何もない、最後のいいとこなのに、天とか溶け合い同化していくのだった。イラストだったのに早いよ、地の進むスピードは情緒ノスタルジックトレイン。ひとたびの終わりに二つの揺らめき。あ、そういうことだったのか。二つの揺らめきってなんだろうってずっと思ってたんだけど、終わったね。スカッと終わったね。さらっと。いや、ありがとうございました。制作していただいた方々。畳部屋先の方々。いや、ありがとうございます、本当に。いや、ストーリーも良かったね。ずっとノベルだったけども。いやー、この音楽と景色とそしてストーリーだよね。いやー、結構その一人称でノベル、基本ノベルでストーリーが進むっていうのはあるんだけど、いきなり曲終わったね。この音楽の良さと、あの画質っていうの、グラフィック、そうグラフィックと、あの先が気になるっていうストーリーね、このゲームにおいて重要な要素がもう3つも揃ってたので、これ本当にインディーズですかっていう。いや本当にね、そのいやー、繋がっていくとこ良かったね。ということで、箱根屋兄弟のただのりでした。また次回でもなんか別のゲームでお会いしましょう。